お集まりいただきありがとうございます。私はここ世田谷東京6区衆議院議員候補の臼井理恵と申します。36歳、4歳か8歳子育てしながら今回立候補いたしました。子どもたちも今日見に来てくれています。お母さんの頑張り見てください。私はですね、今の政治に不信感、閉塞感ですね、感じて今回決心いたしました。皆様にちょっと聞いてみたいです。このまま20年前、30年前から続いてきた選挙の前に甘い言葉をささやいてばらまいて、結局当選したとずっと公約を避けている、こういうような政治、この彼も望んでいく人、どれくらいいるのでしょうか。私は昨日、今日とですね、街を歩かせていただいて、投票したよ、入れたよって、たくさんの声をいただきました。私、そういう方々の声を聞いてですね、皆さん、何か変えていくこと、望んでいるんじゃないのかなと、本当に。皆さんが入れてくださった一票一票、大事にしていきたいなと、改めて手筋伸ばす、そういう思いを感じました。皆さんご存知でしょうか。この10月にですね、冬のボーナス日割りで188万円もらった方々がいるんです。私の他に立候補している2名の方々です。またですね、国会議員の年収2000万と言われてますけれども、その他に文書交通費といって、使ったのか報告の義務のない、領収書の必要のない、そういったお金、毎月100万円払われています。この原資、一体どこから来ているんでしょうか。我々が重いな、大変だなって思ってる、そうやって思いながら頑張って働いて払ってる、そういった税金から払われてるんです。こういったおかしい、普通の民間の感覚で考えておかしいなって思うこと、なんで国会議員の現職だった、前職ですね、もう解散したので、方々おかしいって言わないのか、なんでそれをそうなってるって言わないのかなって、私は疑問に思います。皆さん、だからぜひですね、私以外の2名の方、こうやって演説してるときに、あったら聞いてみてください。そういったおかしい部分、どうしていきたいのか。私たち国民をですね、政治家の懐を温めるために税金を払ってないはずなんですよ。しっかりとそういったおかしさをこなしていくために声を上げて実行しているの、日本維新の会だけだと私は思っています。身を切る改革で、しっかり自分たちの給料3割カットして、議員の数も多すぎると、議員定数3割カットもやっているの、日本維新の会だけですよね。そうだ。私は政治家が自分たちの私利私欲のために政治をしない、そのためにはですね、しっかり自分たちの言い方して背筋伸ばして、そういった環境を自ら作っていく、そういうこと大事だと思っています。だから私、元公立高校の教員ですよ。立憲民主党さん、日教組ついてますよ。本来であれば教員だったらそこから出るはずが、私が日本維新の会から出ているのはおかしいこと、おかしいって声を上げるためには特定の組織から支援をもらってからできないからなんです。皆さん、こう言って皆さんが抱えているおかしさ、閉塞感、政治に対する何かおかしいけどでも無力感を感じている、変えていきたいんだけど自分に何ができるのか、そう思っている方、私にですね、ぜひ一票を託してください。おかしいということをおかしいと言っていくこと、またですね、政治の世界、ビジネスの世界から考えたらおかしいということがたくさんあるんですよね。そういったものをですね、変えていくためには、私、公職選挙法というものも変えていかなきゃいけないんじゃないのかなと思っています。今の国会、2世議員、3世議員、4世議員と、本当に政治家という仕事がですね、家業になっている。それはですね、お金があって、地盤があって、支援団体がある、そういった人たちが勝てるような仕組みになっているからなんですよね。そういった仕組みをですね、志があって日本のために働きたい、そう思っている人たちがもっともっと国会の場を増えていけば、日本はですね、もっともっと今の課題解決していくために前に進めますし、もっともっと私たちの子どもが生きる時代、今よりも良い状態でバトンが渡せる、そう思って今回その架け橋になりたいとチャレンジしました。今ですね、少子高齢化問題になって20年30年過ぎましたけれども、お祭りライブが絡みました。はい、もう少しだけ話してあげてください。少子高齢化解決するために自民党さん、何をやりましたでしょうか。一度何の意識も受けてないから、今2021年人口減少してますよね。私、子育て世代の代表として言わせていただきたいのは、2人目3人目持とうと思った時に教育費の問題、教育の心配あるんですよ。私はですね、大阪で実現した幼児教育から大学までの教育無償化、増税なしに一地方で実現してるんです。こういったことを国でですね、しっかりやれば、私たち子育て世代がですね、子供を持つことを諦めない、2人目、3人目を諦めない、そういったことが実現できると思いますし、それこそが少子高齢化を食い止めるための一丁目一番地なのではないかと思っています。また、教育格差、私、教育の現場で働いてきて、本当に理不尽に能力があっても学べない。そういった子どもたちもたくさん見てまいりました。そういった子どもたちのしっかりですね、将来希望を持って学んでいける、学びたいだけに学び直せる、そういった社会を作っていくことこそが、人口減少局面において一般一人一人が生き生きと働いていくため必要な政策なのではないかと思っております。今ですね、血液も流れないと病気になる、水も流れていかないと腐る、同じようにお金も循環しないと不具合が出てくる。今の日本はですね、そういうお金が流れないから経済に不具合が出ている、その状況なんです。日本維新の会はですね、しっかり私たちが使えるお金を増やしていくための消費税、所得税、法人税減税をして、しっかりお財布を温めて、またですね、経済成長をしていくための規制緩和、これをですね、しっかりやっていきたい2対1ルールというのを公約に掲げています。自民党さんも規制緩和、構造改革、アベノミクスの時に言ってましたけど、失敗しましたよね。これ本気でやろうとして2対1ルール掲げてるのは日本維新の会だけです。1つの規制を作るのであれば2つの規制を取っ払う、国がコントロールするのではなくて民間の力を信じる、可能性を信じる。 GAFA もですね、ユニコーン企業も国が作ったわけではないんです。しっかりと民間の力を信じてですね、イノベーションを起こせる土壌を作る、それが国がやるべきことだと私は思っております。しっかりと私、日本維新の会、ここ世田谷から改革の申し上げさせてください。愛上げていきたいます。世田谷区唯一の女性候補でございます。皆様が不審に思っていること、おかしいなって思っていること、やっぱりですね、これまで男性の決まった方々が議論してきた、だから変わらなかった、そういった部分あると思います。今、政治の世界、さっきも言いましたけど、9.9% ですよ、女性の比率。そういったものをですね、しっかりここ世田谷から、新しい政治、多様性あふれる政治、ここ世田谷からだったら作れると、そう思っております。ぜひ、投票用紙の1枚目には、臼井理恵と、投票用紙の2枚目には、日本維新の会とお書きください。私一人の力で、大きく何かを変えていくことは、正直難しいかもしれません。ただですね、こういった私が起こすちっちゃな風をですね、皆さんの力で台風の目にしていただいて、しっかりと社会を前に進めていくための台風の目、育ててください。ぜひ力貸してください。やらせてください。私、日本維新の会、臼井理恵、厳しい欲にやってません。子どもたちの時間もですね、犠牲にして日々これでいいのかなと思いながらやってますけれども、やっぱり私のチャレンジは子どもたち世代への投資、そう思っています。新しい時代、子どもたちに対して胸を張れる